どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ハワイのね、井上ダニエル K 井上空港ですね。ダニエル K 井上空港に来ております。でね、今は、これからね ANA の便で日本に帰るんですけども、このハワイの空港にはですね ANA ラウンジと一緒に、なんだっけ、ユナイテッド航空のラウンジがあるそうなので、今回のこの動画ではね、そちらのねユナイテッド航空のラウンジにね紹介していきたいなと思っております。で今ね空港内をね歩いているんですけども、 ANA のねラウンジに今いて、これからねそのユナイテッド航空のラウンジに、移動するんですけども、ちょうどねなんて言えばいいんですか、この字型になっておりまして、この空港は。で ANA ラウンジとユナイテッドクラブのラウンジは真反対にあるんですよね。ですので、まあ、ちょっとね多分ね軽く歩いて10分15分かかるんじゃないですかね。すごい広いんですよね。まあ、ちょっとね運動がてらちょっと歩いて行ってみたいと思います。でこんな感じで外も楽しめる感じになっています。で日本で、まあ、普通の空港ではあんまりないと思うんですけども、この ダニエル K 井上空港ではですね、今こちら制限、もちろん制限エリア内にいるんですけども、制限エリア内でもねこんな感じで外エリアがあるんですよね。で向こうにあれはハワイアン航空ですかね、飛行機が見れたりもします。ちょっと日本ではね考えられないですよね。でまたしばらく歩いていくと反対側に、ちょっと風が強いですけども、こんな感じで JAL の飛行機が見えたりしています。でちょうどね今真反対にいて、ちょうど見えますかね、ちょっとこのカメラズームできなくて申し訳ないんですけども、あのハワイアン航空の目の前ら辺だと思うんですよね、位置的には。ちょっとあそこまでね歩いてテクテク行ってみたいと思います。ハワイの空港はね至る所がですね、なんですか、キッサラシっていうんですかね、言葉が悪い、外直結みたいな感じで、ないんですね。ですんでこの場所もね雨風がすごい強かったらおそらくですけどもずぶ濡れになると思うんですよね。ちょっと今日はね天気がいいんであれなんですけども、ちょっとねそういう危険性をはらんでいるんじゃないかななんて個人的には思ったりしています。でも吹きさらしっていうことで、まあ、ちょっと言葉が悪いですけども、まあ室内に区切られてないんで基本的にねもちろんエアコンは入ってないんですよね。でちょっとね場所によっては結構暑かったりしますね、ほとんどの場所はねさっき外エリア音入っちゃったと思うんですけども、風が結構強かったりするんで、まあそういう意味ではねそんなに汗かいたりはしないんですけども場所によってはちょっと暑くて汗かくこともあるんじゃないかなと思います。ちょっと私はこのハワイに着いてね結構衝撃でしたね。それはね基本的にアメリカっていうアメリカの空港はクーラーガンガンみたいな感じで暑いどころか寒いぐらいまでありますからね。ではちょっとテクテク歩いて行きたいと思います。
それではね、ユダイデッドクラブラウンジ着きました。それでは行ってみたいと思います。いや、遠かったですね。それではね、ラウンジ着きました。こんな感じです。ちょっと一周してみましょうか。ここのね、一つ前に、ANA のラウンジに、ね、行ったんですけど、私の見る限り ANA ラウンジのカップラーメンはなかったんですよね。もしね、カップラーメンがどうしても食べたいっていう方はねそんなにいないかな。もしよかったら、もちろんラウンジ来たらね、ぜひ食べてみてください。ちょっとお湯はね、コーヒーマシンからいただかなきゃいけないんで、ちょっと面倒で、入れ方がちょっと難しいかもしれないですけど、でもね、カップラーメン食べれますんで、よかったらこっちのラウンジもちょっと遠いですけど、それではいただきます。間違いないですね。めちゃくちゃうまいですね。体に悪いって知ってでも食べちゃいますもんね。これからね、フライングホヌに乗ってね、日本に帰るんですけども、今回帰りの便はね、ビジネスクラスを抑えていまして、まあ食事出るんですけどね、食べちゃいますよね。で、一緒にお水いただいてます。でもあとね、出発まで多分あと1時間半ぐらいありますんで、まあ、ちょっとね、カップラーメン食べて、また ANA ランチの方にね、ちょっとゆっくりしつつ、搭乗ゲートの方にね、東京ラウンジの方に出たいと思います。それではね、ユナイテッドクラブラウンジ出ました。ここは、食事アルコールは、提供されております。残念ながらね、シャワーはなさそうですね。ちょっとお手洗いの設備にもなかったんで、多分ないと思います。食事でカップラーメンがねありましたんで、もしよかったらね、日本食に飢えてる方、まあ動画内でも言ったんですけど、まあハワイでね、結構いろんなところで食べれるんで、そこまでじゃないかもしれないですけど、もしね、食べたくなったらぜひこちらのラウンジ来てみてはいかがでしょうか。今回は、ハワイの、ダニエル K 井上空港のユナイテッドクラブラウンジ紹介させていただきました。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ツイッターブログもやっておりますので、チェックとフォローしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。